Hello everyone, how are you?Global Creative Canada English Head Coach の大輔です。今日も一日一シチュエーション一緒にやっていきましょう。今日もまず僕が何て言ってるか聞き取ってみてください。OK?Super、okay? Salad.Super Salad.Super Salad. 正解はこちらです。Soup or Salad. スープにしますかサラダにしますかという意味なんですがこれは早く言うとスーパーサラダになりますこのように英語の音っていうのは本当につながりますつながったり消えたりしますリスニングの時にまず意識しなきゃいけないのは音が消えること音が変わること音がつながること 消える、変わる、つながるという3ポイントをまずは意識しておきましょう。つまりこれはスー,パーサラダスーパーサラダ。僕もカナダに行った時にレストランでウェイターさんがスーパーサラダって言われて僕その時当時は全然まだ英語はできなかったのでスーパーサラダっていうのはめっちゃ美味しそうだと思ってスーパーサラダって聞かれてるのにイエスと答えてすごく恥ずかしい。 思いをした経験があります。Okay?So let's practice. じゃあ僕が今からすごいつながった表現で英語を何か話してみるので皆さんそれに対して何か聞き取れたら英語で返してみてください。Okay?So what are you gonna do tomorrow?All right, that's very good. That's all for today. Thank you for watching and see you tomorrow. Bye.